プリメーラ・ディビシオン。プリメーラ・ディビシオンはペルーのサッカー一部リーグである。16クラブが参加する。英国系住民がサッカーを広めたとされる。1912年、ペルーの首都リマでアマチュアリーグがスタートした。1922年にペルーサッカー協会が創設され、全国規模のリーグに拡張される。1951年、プロリーグに移行した。2007年、 支援シ,シアーの所属の沢正義が前年に所属していたデポルティーボムニシパルでの活躍が認められリーグ最優秀外国人賞を受賞した。2011年シーズンは16クラブによって争われる。シーズンは歴年の2月から12月であり2ステージに分かれている。レギュラーシーズンはそれぞれのクラブがホームアウェー方式で30試合を戦。 レギュラーシーズンで1位と2位のクラブが優勝決定戦を行う。試合は土曜日か日曜日に行われるが、水曜日に行われる試合もある。勝利には3、引き分けには1、敗北には0の勝ち点が与えられる。それぞれの試合の通算勝ち点で順位が決定されるが、勝ち点で複数のクラブが並んだ場合には、得失点差でさらに並んだ場合は、得点数で順位が決定される。 残留争いで勝ち点が並んだ場合は、得失点差や得点数で広格クラブを決定するのではなく、中立地でのプレーオフによって広格クラブを決める。2クラブが広格し、セグンダディビジオン優勝クラブとコパペルー優勝クラブが昇格する。ペルー国籍を持たない選手は4人まで出場できる。南米サッカー連盟は、コパリベルタドーレスとコパスダメリカーナという2つの 国際カップ戦を主催している。2011年のペルーサッカーリーグは、コパリベルタドーレスに3クラブ、コパスダメリカーナに3クラブの出場枠を割り当てられている。優勝決定戦に出場する2クラブが、コパリベルタドーレス本戦、セカンドステージ出場権を得る。3つ目の出場枠は、シーズンの通算成績3位のクラブに割り当てられ、ファーストステージの出場権を得る。 通算成績4位から6位のクラブはコッパスダメリカーナの出場権を得る。6クラブがそれぞれの南米カップ戦に参戦するが、これらの試合は火曜日、水曜日、木曜日に行われる。コパリベルタドーレスは、歴年の前半、1月から6月に、コッパスダメリカーナは、歴年の後半、7月から12月に行われる。プリメーラディビシオンは、モビスタル TV。 モービスター TV、かつてのカブレマヒコが、スポンサーとなっており、ゆえにコパモビスタルとも呼ばれる。2000年以来、モビスタル TV が、独占的な放映権を有していたが、2007年には、ディレクティ v が、数クラブの放映権を取得し、現在では5クラブの放映権を有している。アリアンサリマとウニベルシタリオデポルテスの対戦は、エルクラシコ、または、 ペルビアン・クラシコと呼ばれる。アリアン・サリマとスポルティング・クリスタルもライバル関係にあり、スポルティング・クリスタルとウニベル・シタリオ・デ・ポルテスも同様である。シエンシアーノと FBC ・メルガールの対戦は、エル・クラシコ・デルスルと呼ばれる。1989年と1990年のプリメーラ・ディビションは44クラブという記録的なクラブ数で行われた。 2006年と2007年は12クラブで行われ、2008年は14クラブで行われた。2009年から現行の16クラブとなった。2011年シーズンは、シュトリマから4クラブ、その他の地域から11クラブの、計15クラブが参戦している。15クラブのうち、ホームスタジアムが自所有物であるのは、ウニベルシタリオ・デポルテスとアリアンサリマのみであり、その他のクラブは、 ホームゲームをインスティチュートペルアーノデデポルテに依存している。ウニベルシダ・サン・マルティン、CD ・ウニベルシダ、セサル・バ・ジェホ、スポルティング・クリスタルの3クラブは、ソシエダ・デス・アノニマスという公開有限会社の勘下にある。その他のクラブは民間の非営利団体である。ウニベルシタリオとアリアンサリマ型を圧倒する成績を収めている。2011年時点で、 過去に行われた96シーズンのうち、両クラブ合わせて47シーズン、ウニベルシタリオが25回、アリアンサリマが22回で優勝している。スポルティングクリスタルが、両優に続き、1956年のプリメーラ、リビシオン初参戦、以来15回優勝している。それに続くのは、古豪のスポルトボーイズであり、6回優勝している。 新興勢力のウニベルシタリオサンマルティンは3、大クラブの支配してきた歴史を変え始めており、2007年と2008年と2010年の3回、優勝している。これらのクラブ以外で、リマ大都市圏外のクラブで、優勝経験があるのは、FBC メルガール、ファンアリウチ、ウニオン・ウアラルの3クラブのみである。その他には4回優勝の CD ・ムニシパルなどがある。 ウニベルシタリオは1928年からプリメーラディビシオンに在籍し、最も長くプリメーラディビシオンに在籍するクラブである。参入当初はフェデラシオン・ウニベルシタデアという名称であり、その数年後に現在の名称に変更された。ウニベルシタリオに続くのがライバルのアリアンサリマであり、1938年にプリメーラディビシオンに初参戦した。 1939年に一度降格したが、1940年からは連続してプリメーラディビシオンに在籍し続けている。FBC メルガールは1971年以来、プリメーラディビシオンに在籍し続けており、リマ以外に本拠地を置くクラブとしては最も長い。創設年が最も古いプリメーラディビシオン所属のクラブは、1901年から、 存在するアリアンサリマと支援シアーノである。ペルーリーグは創設から1950年までアマチュアリーグであった。この時代にはアリアンサリマ、ウニベルシタリオ・デポルテス、CD ・ムニシパル、スポルト・ボーイズ、CA、チャラコがほとんどのタイトルを分かち合っている。1912年から1921年まではリーガ・ペルアーナでフットボールの管理下にある。 首都リマに所在するクラブのみが参加した。1928年、ペルーサッカー連盟の管理下にあるカヤオに所在するクラブまで対象が広げられた。1951年、ペルーサッカーリーグはプロ化された。1966年にはリーグが国内全域に拡大した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。